こんばんは、BR チャンネルファッションカレッジ講師の星葉芳正です。こんばんは、MC の寺田由紀です。今宵もですね、新しいブランドをご紹介するということで、ソルブの藤原さんに来ていただきました、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初登場、はい、私ブランド名も初めてお聞きしました。はい、ちょっとね、ブランドの説明からまずはね。はい、ソルブと言いますのはもともと IT 企業のですね、ソースネクストという、ソフトウェアを販売している会社がスタートして、そこの社内プロジェクトからスタートしたブランドになっております。ソフトウェア開発をされてた会社なんですか？はい、もともと IT 系がなぜゆえに、そこがですね、弊社の代表の松田のちょっと話になるんですけども、いろんな部下の方だったりに接する中で、仕事はすごくできて性格もいいんですけども、服装がちょっとだらしなかったり、もったいないっていう方よく多く見かけられてたらしくてですね、でそこでシャツをきれいにこう着こなすことができたらスーツ姿もガチッとこう決まるんじゃないかっていうところから、まずオーダーシャツっていう事業をやりたいということで、なるほど、はい、スタートしたのが始まりで。ちなみに何年ぐらいですか？ソースネクストで始まったのが2016年、はい、そこから2年ほど企画を期間がありまして、2018年の10月からオンラインで。ということは立ち上がってまだじゃあ4年ぐらい。4年ですね。ファッション畑じゃないじゃないですか。はい、もともとそういうところの出だしってなかなか稀に見るというか。そうですね、大変だったと。でもそれで自社で開発して売り出そうって考えるのがまずすごいなって思ったんですけど、弊社のコンセプトがお客様にこう仕事やプライベートを成功する装いを提供するためのブランドでありたいということなので、かなりこう熱いパッションがありまして、その思いで今やらせていただいているし。なるほど、オーダーシャツちなみにおいくらぐらい？6578円から。安いですよね。オーダーシャツってそんな値段で作れるものでしたっけ？いや聞いたことないですね。でオーダーメイドで採寸とかっていうのは何かこうあるんですか、やり方とか？主にですね、2つありまして、お客様自身が測っていただいて弊社の EC サイトの方でシャツの寸法をご入力いただきますと、お届けされるっていうシステムになってますのと、あとは弊社の方でシャツを送っていただいたりとか、お客様の方を採寸して、そこから調整とか。実際に自分の持ってる気に入ってるシャツをソルブに届けて、そこでこう採寸してもらうと。はい、その通りです。ご来店いただけますとお体を採寸させていただきまして、シャツの推奨サイズをご提示させていただきますので、大体このぐらいですよというサイズを出していただけると。はい、4つスタイルがありまして、弊社、分かりやすく超スリムっていうスタイルと、スリム、あとは普通とゆったりという4スタイルございまして、そのベースに従って、お好みをお聞きしながらご提案させていただいてます。オーダーシャツっていうと生地の好みとかも答えなくちゃいけないんですか？その辺はどうなんですか？極力 EC 上で分かりやすく画像だったり説明でお伝えできるようにさせていただいております。じゃあ生地も揃ってるし、サイズも揃ってるしと、はい、そんなソルブが今日ご紹介するアイテムってちなみに何なんでしょう？今日はですね、ちょっとビジネスカジュアルアイテム、ラクジャケというジャケットとですね、ラクジャケ、仕事 T シャツっていう T シャツを、今回はオーダーメイドではなく、はい、去年から開発しだしまして、これがラクジャケですと第2弾となっておりまして。なるほど。実際は第2弾なんですね。はい、とても好評いただいてたんでですね、よりこうアップデートさせて T シャツも去年から売り出しました。なるほど。実際に今着られてるのがそうですか？そうです、仕事 T シャツのクルーネックですね。あ、ジャケットもこれラクジャケですね。オーダーシャツの価格でいうと6000円という話なんですけど、やっぱり今回ご紹介いただける T シャツとかジャケットも、コスパやばいんですか？それいきなり聞いちゃうんですか？いきなり聞きたいなと思ってそうですね、ジャケットは19,800円。19,800円ですか？はい、値段を抑えてます。やばいですね。ジャケットですよね？ジャケットです。T シャツは？ T シャツは6,200円。おお。いずれにしてもすごい価格です。ちょっとよくわからないので聞いていきましょうか。どういう、まずジャケットから。ジャケットいきましょうか。どんなジャケットなんですか？ラクジャケットは。そんなの通りなんですけども、着ていただいて、きっちりしながらも楽に快適にご着用いただけるジャケットになってまして。どの辺が楽なんでしょう？真地も極力省いたですね、軽くこう羽織っていただけるような、どちらかというとシャツ仕立てのジャケットで、肩前とかコンパクトにしながらもきっちりと見えるような、ラベルの幅とかデザインとか、これ一つなんですか？一つですね。生地は2種類ございます。スリーシーズン用と夏用っていうのをご用意させていただいて、スリーシーズン用はですね、私が着用させていただいているのはそうなんですけども、ちょっとウールライクな見た目の、これはポリエステル素材なんですけども。触ってみていいですか？あ、もちろんですね。どうですか、触り心地は？いや、ウールですね。あ、ウールなんですか？ウールっぽいの。確かに確かに、ちょっとシャカッ
とするウール、近づいてもウールに見えますね。確かに。これどういう特性があるんですか。これですね、とてもまあ実は機能的な素材になってまして、はい、シワにとてもなりにくかったりですね。シワになりづらい、はい、なりづらい素材。あとはストレッチ性がありますので、はい、着用感も良くて撥水性も備わっているので、ちょっとした、まあ、雨だったりも洗っていただければ。あとはですね、ウォッシャブルなので、まあ、一応ネットにはちょっと入れていただいて、ネットに入れれば、はいはい、洗濯機ポンで OK です。OK です、はい。その後アイロンとかは？ちょっとアイロンした方がいいかなとは思うんですけども、はい、まあパンパンでやって干していただけたら、軽いアイロンのケアぐらいで大丈夫ってことですね。はい、楽ジャケだ。楽ジャケ、ね、ということなんですね。これは楽ジャケだ。なんかビジネスマンの方とかね、この季節暑かったりするじゃないですか。はい、バッグの中にしまったりとか、そういう人にとってはすごい好都合ですよね。汗かいても安心ってことですよね。これ素材2種類ってことですけど、はい、ゆきちゃんが今手に持ってるグレー、これね、はい、全然手触りが違います。これなんていう素材ですか。これはですね、ちょっとカラミ織りっていうオリエステルと PU が 3% 入ってますので、ちょっと特殊な食器を使っておられた素材でして、通気性があってメッシュのような素材になってます。なので向こう側が割と透けてますね。これ手透けてるの分かります。これもウォッシャブルですか。こちらもウォッシャブルになってます。ちょっとそちらも着てみていただいてもいいですか。もちろんです。確かにジャケットですね。はい、かなりシャリ感ありますね。朝のシャツとかの時のなんかシャリ感っぽいのを感じるんですけど、はい、着た感じを見ると全然感じないですよね。普通にジャケットですね。後ろはどうなってるんですか。こうセンターベントのタップ。センターベントなんですね、はい、でパッチポケット、スーボタン、ラペルの幅が8センチ。グローバルスタンダードの形ですね。そうですね。素材違いで2つありますけど、はい、どちらも19,800 円ですか。どちらも19,800 円。すごいブランドですね。なんかねすごいな。だらしない方が多いっていうことが確かに、ね、ブランドの発端だったじゃないですか。うん、ジャケットもすごくサイズ感大事だと思うんですけど、うん、サイズってどうなってるんですか。結構多くご用意させていただいてまして、XXS から XXL の7サイズ展開で。藤原さんは身長とか。僕175センチのだいたい65キロぐらいなんですけども、で M サイズ、あとはシルエット的にはちょっとこう脇が、まあ、サイバラのないタイプですので、少しリラックスしたようなシルエットは脇にしてもらう。なるほど、7サイズ展開ですか。はい、でこちらはですね、ちょっと5サイズ展開になってまして、こちらは XS から XL の5サイズになってます。はい、こういうことなんですね。今ジャケットのちょっと話聞いたんですけど、 T シャツも今回作られたということで、はいはい、T シャツはどんなこだわりがあるんですか。こちらも、僕も今着てるんですけども、はい、T シャツもですね、これ名前がですね、仕事 T シャツという名前がついて、まんまですね。はい、まんまです。仕事 T シャツ、はい、なるべくカジュアル感を抑えたデザインにしておりまして、はい、ジャケットとも合わせやすいように割とコンパクトに程よく詰まった襟感にしてます。詰まってるっていうところがポイントなんですね。でリブ幅も割と細めにしてますので、首元も細いけどここも細いですね。確かにね、そうです、細めにして、ステッチ幅もこだわってちょっと細めにはしてるんで、ね、もう一つ特徴があってですね、はい、こちらこう脇下とかがですね、はい、ちょっと特殊な作りになってまして、脇の下が構造線が後ろの方が下に行ってる仕様になってるんですね。パターンワークでですね、前肩になるようにしてるんですか。前肩に、はい、ですので これ通常はぴったり合わさっているのが普通ですか。はい、そうね、人間はどうしてもやっぱり肩が前についてるから、より一層その腕を動かしやすいということですよね。はい、で前がこうくられてることによって、うん、ジャケットのこの釜底というこう袖下の部分にですね、うん、うまく収まるように設計されているのが仕事、ここで中でもたつかないってことですね。はい、その辺も踏まえて仕事 T シャツ、はい、ジャケットに合わせやすい T シャツになっております。なるほど。ちなみに T シャツって言うとやっぱ素材がすごくなんかこう肝になってくると思うんですけど、はい、素材はですね、こちらカリフォルニアのサンホーキンバレーで収穫されたサンホーキン綿っていう非常に綺麗な目面でですね、着た感じも優しい風合いといいますか。実際僕らの目の前にあるのはこれがサンホーキン綿の同じ素材ですか。同じ素材になってます。あ、こっち系ですか。ハリがありますね、しっかりしてるのか。はい、しっかりしてまして、弊社オリジナルで生地に携帯安定加工をかけてまして、洗濯してもですね、結構綺麗な表情が保たれるっていう加工ですね。ということはアイロンとかはかけずに大丈夫だと思います。ヨレヨレしてると目立ちますもんね。そうですね、特にお仕事場はね。はい、でこれはですね、弊社もともとオーダーシャツなんですけども、はい、ご好評いただいているのが携帯安定加工をかけた生地で作った超能アイロンっていうシャツ。超の超っていうのは、はい、超やばいの超です。超やばいの超です。うん、
めっちゃ色をかけなくていいってことですよね。そうですね。っていうことだよね。そういうことですよね、はい、それが好評で、はい、T シャツにもその機能ですね、ぜひつけたくて。なんか触ってみて仕事 T っていうのをすごい実感しました、うん、確かにね、かっちり見えて絶対かっこよく見えるこの良さみたいなものをなんか感じますね、この張りに。あれ、ゆきちゃんのところにあるの形違いますか？これ全部違うんですか？これね、ヘンリーです。これは V ネックになってます。あ、 V、 はい、 V でもこれ丸に近いですね、クルーネックに近い、はい、結構浅めので、藤原さんの前にあるのがクルーネックですね。はい、こちらがクルーネックになっております、はい、色はですね、はい、今の白とブルー、定番のブラックと、はい、あとはライトグレー、かなり浅いグレーですね、浅いグレーです。ほう、ちょっと白に色がついたような感じ。おー、なるほど、はい、確かに使いやすいですね。5サイズ展開はどうされてるんですか？こちらは5サイズ展開になってまして、5サイズ S から XXL の S から XXL、はいはい、ちなみに藤原さん今着てるのは、僕はちょっと言ったような L になってます。普段 L なんですね、はい、ピタッと着た場合は M サイズもきっちり着れると思うんですけども、うん、今日少しインして、あのふわっとさせたかったね、シャツっぽく、はい、ジャケットは M で T シャツは L、はい、でも M でも着れるという、M でも十分。洗ってった後ってどんな感じなんですか？まあ、先に言うとシワ感は目立たないですし、焦ることもですね、毛と安定加工同時にこう色あせも割と抑えられるので綺麗な状態が保たれます。あんまり色落ちしちゃうと黒とかもなんかカジュアルになりすぎちゃいますもんね、はい、実際に今日藤原さん着てる T シャツ、これ何回か洗ってるやつなんですか？いや、綺麗な状態の、あ、まだこの日のために収録だからね、はい、下ろしてきてくださったんですよ。そうですよね、今日普段僕がですね、はい、よく着ている、結構洗濯したものを、はい、あ、お持ちいただいた、はい、持ってきました。ちょっと見せていただいていいですか？見たい、うん、これはちょっと、はい、洗いました？洗いました。まんまですか？何にもしてないですか？何にもしません。10回洗ったもの。10回、はい、よく数えた、10回10回綺麗ですね。はい、綺麗な状態なんです。アイロンはかけてないんです、はい、これが超ノンアイロンですよ。めちゃくちゃ便利ですね。便利ですね、うん、とても。あの、乾かすのは干してますか？乾燥機ですか？乾燥機は極力かけないで、ちょっと縮んでいっちゃう可能性もありますので、うん、じゃあ、はい、洗濯だけして、でまたさっきと、はい、パンパンで。便利なアイテムどんどん出てくるんですね。ジャケットを脱ぐ機会もきっと増えるじゃないですか。確かに暑くなって、うん、T シャツ1枚でも仕事としてかっこよく見えるって、やっぱ印象すごく上がりそうですよね、うん、確かに。そして、はい、もう一回おさらいなんですけど、はい、この T シャツはおいくらなんでしたっけ？こちらはですね、襟型3つありまして、はい、本色全部6200円、ジャケットが19800円です。でシャツがいくらから買えるんでしたか？シャツは6578円から、はい、6578円からオーダーシャツだよオーダーシャツが、はい、すごいね。まとめ買いしたくなるやつですね、 T シャツとかが特にね。そうですね、ぜひ出張族の皆さんとかね、はい、こう手に持っても持ちやすいようにしてるんで。というと、お見返しで覆うことによってですね、ポケットでジャケット割とプラプラ袋布がしがちじゃないですか、ね、うん、それを抑えてですね、もうすっきりとした内側にしてますので、はい、手に持った状態でも割と美しいと言いますか、持ちやすい、気を使わなくていいっていう、ね、なるほどね、はい、なんか思いをひしひしと感じますね、うん、働く男性をかっこよくしたいという思いがすごい伝わりました、うん、ね、ありがとうございます、はい、そこがそのファッションブランドスタートじゃないっていうところが面白いですね。面白かった。まずブランドの成り立ちが面白いですもんね。そうだよね、うん、ちょっとこれどこで買えるんでしょうか、ね、オンライン弊社のサイトのですね、はい、ソルブーのオンラインサイトからご購入いただけますのと、はい、あとはですね、今期間限定ですね、越谷のレイクタウンのベータさんでですね、弊社のオーダー体験というのができるようにですね、はい、サンプル展示させていただいてますので、そちらお近くの方ちょっとサンプル見ていただいて、はいはい、確認後にオーダーしていただく。なるほど。あとは弊社の青山のオフィスの方でもご覧いただけたら、はい、ここにしていただけますので、はい、ぜひご利用いただけたらと思います、はい、手に取っていただけるチャンスもあることなので、はいはい、ぜひそちらに行っていただいたり、オンラインでね、ぜひ購入してみてください、はいはい、その他なんか告知とか？そうですね、弊社毎週金曜日に、はいはい、インスタライブをちょっとゆるっとやらせていただいてまして、はい、商品の紹介だったりです、ね、はい、最新の風景だったりというのですね、はい、どんな感じでやってるのかっていうのをどこで見れるんですか？ソルブのオフィシャルのですね、はいはい、アカウントのインスタライブで金曜の7時ぐらいからやらせていただいてますので、ぜひご覧になってください、はい、インスタグラムもぜひフォローお願いします。あ、ということですね、はい、あとはですね、弊社の方ですね、はい、LINE の方がありまして、はい、サイトの方からですね、 LINE でお友達登録していただきますと、500円オフのクーポン配信させていただいてますので、またこっから安くなるんですか？大
丈夫ですかそのお金事情は。ねえ、まあでも言ってしまいましたからね。言ってしまいましたから、はい、すぐお友達登録しようぜひお願いします気が変わらないうちに、はい、確かに。じゃあ星葉さん本日は以上ですか。はい、そうですね。藤原さん今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。また新しいアイテムができたらぜひ持ってきてください、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。お待ちしてます、はい、よろしくお願いします。次回はこちらです。世界のトップブランドが認めるブランドが K3B、うん、新しく登場した K3B0。 ボタンのところとかが縫製されてない。ここ縫ってない。とある方をお呼びしてまして、鈴木武蔵選手です。やっぱ K3B0 着ていただくんだったら本物に着ていただかないとダメだなって。これ着てもサッカーできるぐらい、出所が違うと面白いよね。そうですね。このね、ソフトウェアという企業からなるこのファッションブランドだから、仕事っていうことに特化してるっていうところがすごい面白いなと思って。特にファッション業界でね、うん、ずっと生きてらっしゃるからこそこういう観点もあるんだってなったんじゃないですか。いやもちろんもちろん、着る人だったりとか、それからそれを使う人だったりとかっていう消費者目線っていうのがものすごくあのアイテムに盛り込まれてるのかなと思って、すごくね興味深い。あと価格安すぎましたよね。そこもやっぱり消費者にこう寄り添ってるのかなっていうふうに、すごい大事ですよね。はい、ということで最後宣伝を。はい、私寺田由紀ですね、来月、ミュージカルに出演します。劇団東証ファミリーミュージカル、人魚姫、7月23日から25日まで三越劇場で上演いたします。私は23日と24日出演しますので、ぜひ皆さんお子さんと一緒に夏休みの思い出に楽しみに来ていただけたら嬉しいです。素晴らしい、頑張ってください。ありがとうございます、はい、あとですね、出演中の CM が流れ始めておりまして、ウェブサービスおもてというサービスの CM に出させていただいております、はい、タクシー広告に出てますので、皆さんタクシーで街で寺田を探せやってください。そして星葉さんも。この BR チャンネル以外にもですね、僕はフォルツァスタイルとか、それからミニマルワードローブチャンネルとか、いろんなチャンネルやってますんで、そちらもご覧になってください。あとですね、月刊星葉っていうのもやり始めたんで、フォローミーぜひ、月1000円なんですけれど、僕が好きなものだけを集めたものをですね全部ご紹介してますんで、そちらもよかったらフォローしてください、はい、そしてさらに7月1日にダミアーニとのですね、コラボレーションモデル第2弾が発表になると思いますので、そちらもですねご期待いただければと思います。あさってですね。あさっていよいよ発売です。ということで皆さん、またお会いしましょう。この辺で。チャンネル登録はこちら、そしておすすめ動画がこちらです。こちらもご覧ください機敏でしたね、動き